おはようございます。今からバンジーです。暑い、緊張します。やりましょう。緊張する。意気込みはどうですか？めっちゃ緊張しますね。すぐ飛べるみたいなんで、はい、ちょっと巻き気味ですけど頑張りましょう。巻き気味で。さあ、そろそろですけどどうですか？めっちゃ緊張する。めっちゃ緊張します。めっちゃ緊張します。でも、はい、まあなかなかできない経験なんで、はい、しっかりこういい経験として、はい、思い出作り頑張ります。ここですもんね。ドブロは前に。行きましょう。5、4、3、2、1、バジThank you! そのまま叩いて、はい、膝曲げて、そのまま、そのまま。向かいなさい。楽しみ。すげえ、めっちゃ笑顔。ちょっと手前でお願いします。少々お待ちくださいね。飛ぶ瞬間が一番怖い。はい、というわけで、はい、初めてバンジージャンプ飛んだと思うんですけど、どうでした？そうですね、怖かったですね。まあ立った時、はい、飛び降りる瞬間はやっぱすごい怖かったんですけど、でももう、はい、その一瞬の怖さが通り過ぎた後はもう絶景で、素晴らしい景色が見れたのと同時に、人間ってこんなに脆いもんだなと、本当に何もできないっていうことが分かったので、すごくいい人生勉強になりました。ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。まあチャレンジすることってめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、まあ今日は久しぶりにチャレンジしたと思うんですけど、はい、こう実際に新しいことにチャレンジしてみてどうですか？そうですね、やっぱそのチャレンジしないと知れない世界とか、チャレンジしないとわからない見えない景色が見えることになってくるので、すごくチャレンジすることは大事かなと思うので、頑張りましょう。では最後に一言。
チャンネルのみんなにお願いします。はい、何か人生に新しいこう一歩を踏み出していくっていうチャレンジをね、皆さんしていただければいいかなと思いますので、これからも僕のチャレンジをしつつ、いろんな知識取り入れつつ、有益な情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。